おはようございます、カーピです。今回はシルエットミキサーをやってみたいと思います。今持っているシルエットミキサーの対象になる選手はご覧の通りです。この中で牧田選手とペーニャ選手をシルエットミキサーにかけたいと思います。伊藤さんは今後も OB とかで出てくる可能性あるんじゃないかなって思いますし、ヘーゲンスは純正カープのオール S ランクのオーダーに入ってるんで、もしミキサーで野手とかに化けちゃうとオール S ランクが組めなくなるんですよね。なので今回はヘーゲンスはミキサーしません。これが今の純正カープのオーダーです。投手も野手もオール S ランクにギリギリで代わりの選手がいないので、今回の OB の山本浩二さんとかぜひ欲しいなっていうところですね。というわけでヘーゲンスはミキサーできません。はい、シルエットミキサーに戻りましょう。まずはペーニャ選手からいきましょう。ペーニャ選手はドイツチームミキサーにしようと思います。今角中選手が突呼んであと1枚欲しいし、鈴木大地選手もタイトルホルダーがいるんで、この凸を進めたい。さあ誰が来るか。おー、中村翔吾選手、これは狙いじゃない人引いちゃいました。ロッテはなんか中村選手よく来るんですよね。3回目くらいですかねこれで。じゃあ次は牧田選手いきましょう。中継ぎでは欲しい人あんまいないんで、これはもうランダムでいきます。もう誰も狙ってません。誰でもいいんでかかってこいです。さあ誰だ。加藤選手、ロッテの加藤選手でした。ロッテだったら角中か鈴木大地、あと石川選手とか涌井選手でもよかったんですけどね。まあしょうがないですね。加藤選手の今年の活躍に期待しましょう。さてさて、牧田選手もう1枚あります。これもランダムで誰でも来やがれていきましょう。もうね、物欲がダメなんですよ。誰か欲しいとか言うとその人来なくなるんで、今回は何も考えない。さあ誰が来るのか。足立選手、足立選手が来ましたよ。難病を抱えながら頑張ってるので個人的にはめっちゃ応援します。ただオリックスは枠が埋まってるし、今回の3人は改めてミキサーの球かなっていう感じですね。普通のミキサーも来てますし、そっちもまた動画上げたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。応援のグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。